僕たちは日本製品なしでは生活できないんじゃないか。全く知らなかった。日本は海外からも非常に人気の高い国です。ポップカルチャーや建築物、そして食事などを目当てにやってくる海外の人も多くおり、年々海外からの旅行客が増えていますよね。また日本はそれ以外にも多くの点で評価されています。多岐にわたる日本製品は海外からの人気が非常に高く、それを買いにやってきたという人もいるほど。衣料品や日用品、食料品など日本製品じゃないとという声も多いんですよ。しかし、たびたび日本製品に対する攻撃を行う国があるのをご存知でしょうか。それは隣国である韓国です。韓国は日本に反発、対抗する手段として不買運動を行うことがあり、その過激さは問題視されています。しかし、この運動には大きな矛盾があります。日本製品は彼らにとって非常に重要な生命線であることを彼らは知らずに過ごしているようです。今回はそんな不買運動の矛盾についてご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。1、世界で人気の日本製品。まずは世界でどのような日本製品が人気なのかご紹介していきます。まずは文房具です。意外かもしれませんが、海外製に比べて品質が高く評価されており、カラフルなものやデザイン性の高いものが多くあります。また私たち日本人にとってはすっかりおなじみであるフリクションペンも、海外の人たちは驚きと感動を持って見ているようです。消せるボールペンは海外ではとても珍しいのですね。また文房具はお土産としても重宝されていますし、日本ならではの和柄などのものもよく選ばれています。匂いのする消しゴムなども海外にはない面白いもので、非常に好まれているそうです。また包丁なども日本製のものが非常に人気であることをご存知でしょうか。日本独自の和包丁はもちろんですが、日本製のナイフなどを買う人も多いんですよ。わざわざ日本で海外で使うようなナイフを買うというのも面白いですよね。日本製の包丁やナイフは非常に品質が良く、長持ちすると評判です。手に馴染みの良いものを選べるのもメリット。軽くて疲れにくい、機能的で美しいという評価を受けることも多いようです。パリの有名シェフも日本の包丁を愛用している人が何人かいるため、その品質はもはや折り紙付きと言ってもいいでしょう。車、家電製品などの高価なものも日本製を選ぶ人が多いことからも、それほど日本の技術は信頼されているのです。私たち日本人もできるだけ日本製のものを選びたいという気持ちがありますが、それと同じように海外の人たちも日本製のものを使いたいと思ってくれているようですね。さて、そんな形で様々な国に選ばれている日本製品ですが、日本製品の不買運動を行うことのある韓国の様子を見てみましょう。日本製品を憎み避けているらしい彼らは一体どのような生活をしているのでしょうか。2、韓国の不買運動。反日思想が根強い韓国においては、たびたび日本製品の不買運動が行われます。近年では2019年、日本政府が韓国を貿易の優遇対象国であるホワイト国から除外した際に起こりました。韓国へ輸出した物資の用途が不透明であることから決めた措置ではありましたが、韓国はこれを日本の徴用工問題などに対する報復であると判断したのです。韓国の与党やマスコミなどの煽りもあり、日本への反発は強くなっていき、左翼市民団体を中心に日本製品不買運動の動きが出てきました。ターゲットとなったのはトヨタ自動車、日産自動車、ソニー、パナソニックなどの有名企業でした。
その中でも特に不買の動きが大きくなったのは、韓国市場で快進撃を続けているアサヒビールとユニクロの2社。これらは値段が安く代替品を見つけやすいことや、身につけている人を糾弾しやすいという理由から特に不買の標的にされました。アサヒビールは輸入ビールのうちの4割近くのシェアを誇り、ユニクロは10年間で韓国での売り上げを50倍に急増させるなど、非常に大きな影響力を持っていたのです。しかし、それらに対する当時のデモ団体の動きは非常に凄まじく、様々なパフォーマンスが行われました。アサヒビールをゴミ箱に流して捨てたり、ユニクロの売り場前でプラカードを持って不買を呼びかけたり、とても迷惑とも言える動きでしたが、韓国のマスコミたちはこれらの行動を愛国的なものと解釈して報道しています。海外製品を排除することで自国の商品を買うことにつながり、それが経済の発展に結びつくというような発想があったのかもしれません。しかし、それは大きな間違いです。不買運動自体が大きく矛盾した行為であり、ゆくゆくは彼らを苦しめる結果になりかねない可能性が高いのです。一体どういうことなのでしょうか。詳しく見ていきたいと思います。3、不買運動の大きな矛盾。先ほどご紹介した通り、韓国のマスコミは不買運動を彼らの愛国心と結びつけて報じていました。メディアでも連日この反日パフォーマンスが報道されていたのです。ここで一つ確認しておきたいことがあります。マスコミがこの様子を撮影するために使っていたカメラ、これは一体どの国の製品なのでしょうか。韓国にはサムスンという大手のメーカーがありますよね。この会社はカメラのブランドも持っています。しかし、このサムスンのカメラは国内のメーカーであるにもかかわらず、韓国ではどんどん使用されなくなっていったのです。韓国の静止画用のカメラのシェアは 50% 以上を日本のキヤノンが占め、次にソニー、ニコンと続きます。サムスンはこれらに押されてどんどん厳しい状況になり、事業を縮小、カメラ市場から事実上の撤退を余儀なくされているのです。さて、これでもうお分かりかもしれませんが、マスコミが日本製品不買運動を報じるために使用しているカメラはほとんどが日本製品です。多くの方がこれはとても大きな矛盾だと感じるのではないでしょうか。日本製品を使って日本製品不買を報じているような状態ですからね。他にもこのような矛盾は多く指摘されます。反日イベントの公演に登場したバンドは民族意識を高揚させる曲を演奏し歌っていましたが、彼らの使用していた楽器はヤマハ、コルグ、ローランドが作ったもの。これらはすべて日本製品です。また反日運動に際してソウル市内には多くの垂れ幕が掲げられました。しかし、この形の垂れ幕は日本の無糖工業の印刷機でしか作れないものでした。反日スローガンの刺繍を入れているミシンは日本のブラザー工業製、そして反日広告に写っていたペンはパイロットコーポレーション製。彼らは日本製品をふんだんに使いながら日本製品不買を呼びかけていたのです。店頭に並ぶビール、街中にあるユニクロの店舗などはいくらでも避けられます。日本製品であることが非常に分かりやすいためです。自動車や電化製品なども意識的に選ばないようにすることは簡単ですよね。しかし、普段なんとなく着ている服を縫っている道具や、なんとなく買って使用している筆記用具などがどこで作られたものかを意識する機会はそう多くありません。韓国の人たちにとってはそれが盲点だったのかもしれませんね。彼らが思うよりもずっと多くの日本製品が韓国にはあふれていたのです。それがなくては生活できないくらい根強いところまで
日本製品は韓国人たちの生活に浸透しているとも言えるでしょう。彼らは本当に日本製品のない世界で生活できるのでしょうか。4. 日本製品排斥の先にあるもの。日常に必要な生活必需品の中にも日本製のものが非常に多いです。例えばスマートフォン、さまざまな機種がありますよね。韓国製のメーカーではサムスン電子のギャラクシーが有名です。韓国の人たちの中には日本製品ではないという理由でギャラクシーを使っている人も多いのだとか。しかし実のところその行動は不買にはなっていません。なぜかというと、スマホの内部の電子コンパスや基板の表面処理には日本の技術が使われていることが多いからです。韓国も全てを自国の技術で賄えるように努めているということですが、なかなかうまくいかない様子。日本の技術にはかなわないようです。結局どのメーカーのものであっても日本の技術は重宝されているのですね。またもっと身近なものを見てみましょう。私たちが暮らしていくのに必要なお金、韓国の紙幣にも実は日本の技術が使われているのをご存知ですか？韓国の紙幣には日本の紙幣と同じようにホログラムの加工がされています。角度によって絵が変わり、偽造防止のために非常に重要なものです。このホログラムの技術も実は日本のもの。この技術は韓国のパスポートにも使われているそうです。つまり韓国の人たちが生活していくためには日本の技術が不可欠であるということですね。本当の意味で不買運動を進めるのであれば、彼らは紙幣やパスポートを捨てるしかありません。きっと不買運動を行っている彼らはそのことも知らずにいるのでしょう。日用品を少し買わないようにしたところであまり影響は出ないでしょうね。ところで2019年、日本への抵抗として盛り上がった不買運動は今どうなっているのでしょうか。韓国においては近年日本ブームが起きています。特に若い世代で顕著で、韓国のネイバーのブログなどでは日本ショッピングリストというブログが非常に増えているんだとか。具体的にはどのようなものがあるか見てみましょう。こんにゃくゼリー、カップラーメン、お酒、ゲーム機、キャラクターグッズ、資生堂のビューラー、文房具、風邪薬、休息時間など、他にも多くの日本製品が日本で買うべきものとして挙げられているのです。若い世代は流行に敏感であり、良いものやおしゃれなものであればもはやどこの国のものであるかは問わないのでしょう。日本のアニメやアーティストなどが韓国でも人気を博していることを考えれば当然なのかもしれません。もはや細かいところにまで目くじらを立てる不買運動はナンセンスとも言えますよね。もっと多くの人たちがこのことに気がつき、何かあるとすぐに不買運動に向かっていく視線がなくなっていくことを日本人としては祈りたいものです。ご紹介した通り、韓国では不買運動は下火、むしろノージャパンに対抗するようにイエスジャパンとも言われる風潮になっていると言います。世界的な感染症で一時期は海外旅行は下火になりましたが、現在はまたじわじわと日本を訪れる韓国人の数が増えています。どうしてこのように風向きが変わったのでしょうか。理由はいろいろと考えられます。まずは韓国の政権交代の影響もあるでしょう。さっきの大統領であるムン・ジェイン氏は反日派として知られ、就任直後から日韓の過去の歴史に関する合意について見直しを行うなどし、日韓関係は急速に悪化しました。しかし現在のユン大統領は親日寄りの考え方を持つ人であり、日本との関係改善を明確な目標として掲げています。
韓国はたびたび日本に過去の歴史に関する謝罪を要求してきましたが、そのような態度に対して反省を述べて話題にもなりましたよね。かつて国を挙げた反日が行われていた中では表明できなかった親日が表に出しやすくなったのも一因といえます。また過剰な不買運動を推し進めるノージャパン運動自体が原因という見方もできるのではないでしょうか。アサヒビールを捨てるパフォーマンスを行ったり、ユニクロを着ている人たちを強く責めて韓国製品を買う方向に誘導したりと、日本製品不買運動は個人の自由を奪う過激な運動です。このような空気に人々が疲れないわけがありません。物を選び購入する権利は自分だけのものです。韓国の若者世代に日本の製品が選ばれているのもその権利を行使しているだけに過ぎません。それに関して第三者が過剰に干渉してくるような態度は異常でしかありませんよね。韓国でもこのまま不買運動が蒸し返されることなく、多くの人たちが好きなものを選び取れる社会になっていけば、もっと暮らしやすい社会になるのではないでしょうか。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。